はい、皆様おはようございます。本日はね、リクエスト動画でございます。以前ですね、大学生の、亀井隆博君からね、簡単で、おしゃれな料理で、なおかつヘルシーなものを、教えてくださいということでね、彼女が今度、ご飯を食べに来るということでね、なんか一品作ってあげたいということで、リクエストいただきました。まあ、ヘルシー系といえばね、もう刺身系ですね。はい、こちらマグロでございます。マグロをね、こんな感じでパッコンパッコンパッコンとね、切って切って切ってください。軽くね、叩いていただいても結構です。本日はね、何を作ろうかなということで、マグロのユッケですね。もうヘルシーもう超ヘルシーでございます。高博くんもね、これぐらいのことだったらできるかもしれません。まずボウルにですね、こちらですね、甜麺醤ですね。まあ、コツジャンでもね、まあいいかなと思いますが、ちょっとコツジャン辛みが少しね入りますので、ね、甜麺醤ね、こんな感じで、スプーン1杯分ぐらいですね。はい、そしてね、甜麺醤3に対してごみ油ですね。はい、ごま油が1、そしてね、お醤油が1です。まあ、要するに、こんな感じですね。甜麺醤さん、お醤油が1、ごま油1ですね。あとは、混ぜ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 、ミキシングですね。はい、ミキシングでございます。そろそろかりんちゃん来るけど、今日はな、簡単でヘルシーな感じで作れ、すぐ作れちゃうから、まあ、最初に、ベッドメイキングしちゃおうかなって感じで、お布団きれいきれいでピンポン、おカリンちゃん来たな、よし、じゃあそろそろな、作ろうかなみたいな、どうぞ、あ、高弘くん何してんの、いや今日さ、カリンちゃんに美味しいものを作ってあげようと思って今やってるとこだよ。何を作ってくれるの、今日はね、ヘルシーなマグロのユッケなんだ。まあ素敵、そんなこと高弘くんできるの、当たり前じゃねえのよ。もうそんなの、もうお茶の子さいさいへのカッパっていう感じじゃないの、もう。でぐるぐる混ぜ混ぜ混ぜリンタですね。でそしてここにね、さっきね、ちょっと細かく刻んだマグロをドッキュンドッキュンドカカンカンですね。もうちょっとでできるからさ、そこのベッドにでも腰掛けて待っててよ。はーい、という感じでもうね、出来上がりでございます。簡単簡単。そしてね、ごま油はね、結構不飽和油、リロール酸、ちょっとよく分かりませんがね、植物性のね、純粋油なんでね、これはもうヘルシーでございます。はい、それではね、大葉をね、敷いた器に盛り付けていきたいと思います。真ん中にね、こんもりとお願いいたします。あ、かりんちゃんこれ食ってうまいって言ってくれんかな、ちょっと不安だけど、まあ間違いないだろうな、これうまそうだもんな、という感じで、あとはね、真ん中にちょっとね、こう穴をくぼ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 りんこですね、くぼりんこと開けてください。はい、そしてね、卵の黄身を真ん中に落としてレモンを添えて、はい、完成でございます。いかがでしょうか。おい、かりんちゃんできたよ。かりんちゃんできたよ。マグロのユッケ、これね、すごいヘルシーなんだよね。じゃあレモンを絞って、かりんちゃん食べさせてあげるね。はい、黄身を崩しちゃうかな、黄身を崩しちゃうかな、黄身を崩しちゃうかなってな感じだよね。はい、かりんちゃん、あーん、いただきます。たかひろくん、あ、おいしい。たかひろくんすごいじゃないの、もうこんなお料理ができて、もうますますたかひろくんのこと好きになっちゃう、もう愛してるわ。しめしめ、ベッドメイキングしておいた甲斐があったぜ。そうかい、なんかおいしいかい。じゃあこれ食べながら一杯お酒でも飲もうか。そうしましょう。それでは本日も最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、マグロのユッケの作り方ですね、これを動画にまとめてみました。非常にね、簡単なので、よろしければお試しくださいませ。それでは失礼いたします。マグロユッケ最高うまいです。